はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。ロマリバーというわけで、ロマンシングサガリーユニバースの実況をしていきたいと思います。100% になったらホルネースが出てくるかと思ったら、どうやら最後、ホルネースを倒して、ここを 100% にすると、クリアみたいですね。勝てるのかな？この周回用パーティーで、まあ一番強いんですけど、これが。めちゃめちゃ強くなったからね、このパーティー。行ってみますか。オートプレイで勝てるかしら。ドキドキ。さあ、神 BGM が聞けるよ。長々と聞けるかな。多分、アレンジバージョンとかではないんだろうね。多分、元のやつかな。でもわかんない。メタルブラックとかもさ、なんか、ね、アレンジ入ってたからね。後半からかな。大丈夫かな、メールストローム対策がないけど。いやー、勝てんのかな。あ、まあそこそこだね。なんで即死も多分ないっぽいんだよな。でもちょっとあれかな、このパーティー全体火力しかしないように作ってるからあんまり火力出ないんじゃないか。さすがにオートで勝てないかな。あ、厳しいな。あ、負けっかな。これ負けるな。ちゃんと手動でやった方がいいやつだな。で、凸に弱いのか。凸パーティーでも作ってるか。おお、ナイスディフェクト。なんだけどさ。凸パーティーか。あ、これは勝てないやつだな。でも回復力すごいっすよね。私ずっと200とか300の回復しか見てなかったから。はーって感じだよね。まあ、ロックブーケに水のやつちゃんとつけてあげてよかったのかもしれないけどね。水の杖を持たせるだけでもよかったかもしれない、まあ、そうするとさ、陰の火力が来なくなっちゃったからこれ勝てないね。なるほどね。攻撃陣形も大事だね。幻影とはいえさすがに強い。こんなオートパーティーじゃ勝てねえかなるほどね。突以外弱点がないって、あ、そうだ、あと一旦止めていいかな。そういった弱点見とこうか。耐性が、わー無理ー、状態上一切当たんねー。 OK。 あー、悪魔魚ぶちかましもしてくんだよそうだっけ。踏みつけてぶちかましとか厄介だな。あ、もらったらオートで最後まで行こうぜ。まあ、勝てないんだけどね。バルテルミか。バルテルミ、いや、バルテルミどうかな。これ勝てるのかな。でも私手動でやっても勝てるか。さすがに手動でやれば。いや、でも際どいな。まあでも他のオートでも半分は減らせたんだもんね。しっかり火力見て戦えばなんとかなるか。なるかな正直自信ないな。結構強いね。BGM は多分元のロマサガセリの時の BGM かな。特に、オリジナルっていうかアレンジが入ってるように思えないかな、そっから。いけますね。やるじゃん。でも一回は勝ちたいな。でも誰かは多分制圧してるからね。お、いいディフレクト。いいディフレクト。結構アセルスってさ、このディフレクトの発生率高いし、回避率が結構高いんだよね。結構避けるんだよな。まあ、これは無理だ。なるほど。あ、強い。ええやん。伊達ではないと。でもどうしようかな。私は即席で組んだ。即席で組んだ。あ、ここじゃない。ここ触ってました。あと、ここって、今更だけど、やっぱなんか初回クリア報酬が結構あったんですよね。だからまあ、初回クリア報酬を、ね、もっとまんべんなく拾いに行った方が良かったのかもしれないですね。私結構同じとこをずん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 やってたんだけど。トスパーティー回復役がマライアだからな。大丈夫か大丈夫か。どうじゃない。ちょっと待って、このパーティー不安でいっぱいだが。じゃあホーリーウォールにしてやってたいね。あ、マライアさ、手に入れたからな。何か足払いが使えるぜ。足払い、まだ山攻撃に使わせて。弱いな、さすがに弱いな、このパーティー。
でも回復役、まあ別に全部卒にする必要ないんだけどね。うん、ここに白払いとか入れるだけでもいいと思うんだけど。さすがにこれ勝てないな、多分な。試しに行ってみよっか。火力が、ああ、火力だそう、ボス戦だからね。ノニカちゃんも、揃い狙いか、多いんだよな。乱れ付きの方が結構育ってるよ。あ、嘘だわ、そんなに育ってない。まだランク12か。結構 SS 技の育成私してないからね。まあ流星章でいっか、ここは。14章かね、6機能点結あるけど。ラベルじゃん、このままね。水晶のピラミッドで。ちょっときついな。これ勝てないですね。多分まだやりようはあるけどね。このパートで勝てないだろうな。いけますか。マライア回復役、あ、そう、戦力ごめんなね。さて、まあ、とりあえず、バーバラ撃っちゃう。いや、でもどうすっかな。オーバードライブは待ってらんないよね、勝負みたいなとこ。セルフバーニング刺さないな。あ、これリズちゃん連れてくればいいのか。なんか、水、あ、違うな。あ、でも、水向こうにあるんだっけ。あ、待って、これリズちゃんいれば勝てんのか。あ、待って待って、リズちゃんって多分水効かないんじゃない。あの、あれが発動すれば、セルフバーニングみたいなやつ。あ、そういうことかな。あ、これリズちゃん、マストか。多分マストだよね。まあ、こういうのは避けられないんだけどね。まあ、向こうがついてるからな。いや、弱っ。え、待って、弱っ。何今の。ちょっと待って。マライア何装備してた。くっす弱いんだけど。なんか、違う、ホルネースが硬いのかな。なんか、硬くないこの人。ちょっと。こんな雑魚パーティーじゃ勝てないぞ。大丈夫かこれ。もうちょっと当たんないのかな。あ、マライアって一応ついてんだ。知らなかった。いや、けど体力が高えな、しかし。あ、これボロ負けだぞ、これ。これボロ負けだな。対策してきても勝てんのか、私。私の貧弱で貧弱なパーティーで。これあかんやつよね。無理だな。勝てないわ。なんならさっきのパーティーがやっぱ強いな。まあ、全然ベースが違うからね。あの、ひたすら周回を繰り返した男たち、女の子もいるけど。まあ、とても強かったけど。ラムラスめっちゃ強くねえな。あ、てか、そか、前の2人に強化されてないからね。後ろの2人しか強化されてない人形だから、これそもそも。基本的に。ボロ負けやないか。ひどい。これはひどい。なるほど。あ、てか、マライアもアナビリティ持ってんだね。回復役としては、ちょっと一作育成が、俺勝ててない人多いんじゃない？全然進まないじゃん。わかんないけどね。まあ今、昼だしな。どうしようかな。ちょっと別パーティー作ろう。これでいいか。このパーティーで。たぶん、あれだ、リズちゃん。でもリズちゃん育ってないんだよな、そういうほど。なるほどね。コピーしよっか。とりあえず一番強い、周回パーティーをコピーして、白バラ引っ張ってきて、バルテルミ。バルテルミってさ、証券技ってあんま強くないんだよね。ああ。月で組みたい。月で組みたい。で、アーセルスみたいなディフレクト持ってるところを押したいか。そしたらなんか、ポルカ、リズ。ポルカは危ういか。でも、ダメージカットしてくれる可能性期待できるのいいよね。まあ、モニカちゃんも連れてくるそうじゃなくて、それで。月で一番強い。あ、そっか。そもそも弓だった。あ、完璧じゃん。弓なんだ。あ、もうガンベタだね。そっか、リズちゃん必須なんだね、これね。防具が。防具もあれかな。なんかちゃんと水耐性みたいなつけてる。で、怒涛の方向とりあえず使用自由にしてきたんだけど、だからさ、あんまり弓攻撃しないんだよね。日本打ちぐらいしかないんですけど。日本打ち。まあ、とりあえず、火力は怒涛、土流の方向で、まだ一回も打ったことないんだけど。まあ、ちょっと弱いよな、リズちゃんね。6800しかないの。で、ブルージュ。ちょっとじゃあ、とりあえずブルーからこれもらおうか。さらに強くして、ブルージュ一回変えて、何にする？
誰にする？いやでも槍とか双剣とか弓で強いの、まあ、ラベールちゃん、でもラベールちゃんな、さっきボコボコされたからね。月パーティーって言うほど私育ってないか。ロビン、モニカちゃんディフレクターだけ期待してこっちのモニカちゃんにしようかな。生存率を上げようの計画ね。これって実はまだマックスじゃないかな、なんか弱いんだよな。多分スパラス30、ね、ぐらいまでいきそうなんだけど、あと育成サボってるかもしれない。あ、プライチってなってんだ。ちょっとデュエルソードなんか強いんじゃないか。どういうことだ。これバルテルミー用にただ作っただけなのに。で、乱れ付きはもともとデフォで持ってるから、あんまり変わんないけど、状態異常が当たらないと来ている。それ厄介だね。これどうしよっかな。陣形結局器用さ火力上げんのホーリーウォールが無難なんだよね。まだ取ってない陣形あるけど、で普通の火力上げんのはドラゴンスライドが割と分かりやすいだけどね。これでも強さ上がるんだけど、これは死ぬね。死ぬね。デッドリーキャスト。デッドリーだ。ホーリーオールになんの？とりあえず、この後ろの二人。まあ、どっちみちメルストロームとかスコールは水だから。なんかむしろでもディフレクトついてる二人が後ろ下がるのか。まあ、一応アセルスは前にいていいとして、後ろからど真ん中？逆にか。まあ、シルバラ自分で回復するしな。本当かな。本当かな、これ。いや、あえて、やっぱど真ん中アセルスにしようかな、攻めて。で、アセルスはこのまま残して、ブルーだけ変えるか。ブルー枠。槍で一番強い人だ、あれ。ワグナスなのか。ワグナスなんか正直あんま借りてないんだよ。腕力別に低くないけどね。なんであんま借りてないんだよ、ワグナス。ミモに借りてないこの人は。とはいえだね、他の選択肢結構微妙じゃん。やるしかないか。あ、てか録画大丈夫かな。これ多分取れない、あんま長く取れないね。これにして、技を仮説人賞にして、これで挑んでダメだったら一回やめましょう。録画そんなに多分長くまだ行こう。とりあえず最初は、いや、いっか、ガンガン行こっか。ロザリオインペールか。そうか、アセルさんまた変えてかまったか。まあいっか。まあいっかじゃないんだけど、とりあえず、まあ、リズちゃんはずっとでもないけど、そんな打てないけど。あ、おい、あ、カウンター来た。あ、もうバリア張ってるってことあれ。でも食らうんだね、あれ。カウンターするけど無効にするわけじゃないのか。あれでも見た4000か。いきなりピンチ。ロザリアインペール、獣人賞がまだ打てません。再成功を使い、ミラルズリリア、なんでトロメライ持ってきたんやって話になりますけども。おー、ランクアップする。でも、あたり5000ぐらい当たってりゃいいかな。まあ。見つけ、無効にして。無理だね、それは。白バラにそんな効果はない。いや、なんか、硬くない？いや、硬いって、ホルネウス。マジで硬いって。これ、私の攻撃が低いだけじゃないよ、これ。いや、もっと当たってるって普段。ってか、めちゃくちゃ硬いよ、こいつ。絶対硬い。硬すぎ。白バラ自慢で返してくれ？毒を癒すか。ちょっとでも温存したいよね。そんなに回復ボコボコ打てねえから。チョコレートポルトも打つか。そんなに強いよりは強いんだなって思う。あ、これ勝てないかも。強っ。ホルネウス。向こうはリフレクトはダメね。来た。ミズちゃん、食らってますね。食らってんな、これ。あ、食らってない。やっぱり。ガード。食らわないんだ。リズちゃんをやっぱ構えていきながら、後ろから自分で癒さないとダメか、これ。死ぬか。いや、カジュマイ回復が発動すれば死なない。
って思いたいけど、回復しなかったそれ私なら悪いよね。うん、ナイス後ろ、ナイス後ろってのあんまりエメルストロームか、火力はそんなないけどね。あーでもしっかりガードすんね。うん、これ毎回確定発動なのかな。でも確定発動にないぞこれ。オーバードライブがあるけど、ちょっと置いたオーバードライブまで我慢して、ああ、まあ、それから自分癒そう。もう間に合わない。リルちゃんも一回対しようか。ちょっとフルオーバードライブでどんな感じで出るか。あーデフレクト死んだねいや、スバイさん負けてる時点でお察しかこれ。ひぃお疲れ耐えない勝てねえ、強いホルネウスって硬くないっすかこの人。ちょっとなんだこれ、勝った。あーそっか、これカウンターって完全無効するカウンターじゃないのか。さすがに強すぎるもんな。なるほど、ダメージカットディフレクトした上にカウンターするわけじゃないのか。負けましたね、無理ですね。わかりました、ありがとうございました。これ多分勝てないな私じゃ、こんなに強いとはお疲れ様でした。皆さんよかったらチャレンジしてみてください。